こんなにすんなり会えるとは思ってなかった。列車を仕立てて入ってくれば嫌でもわかるからな。堂々と自走してきやがって。それより神戸線で俺が言ったことを覚えているか。俺と競り合えるだけのいい車に乗り換えるまで勝負は預けておくと言ったはずだけどな。それなら覚えてるけど、俺にとってはこいつがいい車なんです。この車は前とは違います。これじゃダメですか？いいだろう。俺にとってもやり残したバトルだ。ここでケリをつけてやる。横浜を過ぎて大きな鉄橋を3つ渡る。最後の鉄橋、JR のオーバーパスを渡り切った品川がゴール。俺のタイミングでスタートして、ゴールまでに抜かれたら俺の負け。抜かれずに逃げ切れたら俺の勝ち。切るだけあって少しは速くなってるな。だがいくらチューニングしたところで所詮抵抗制御の旧式車。こっちは 3VF インバーター制御だ。40年の差ってやつを嫌ってほど思い知らせてやる。俺は気に食わないな、藤原の態度。兄貴がわざわざチームへの誘いに行ったってのに返事もしないまま京急へ出張かよ。あいつ俺たちより須藤の方が上だと思ってんの？そう単純に考えるなよ。藤原は遠征チームの話には興味を持っている。ただ今のところは自信がなくて迷ってるだけさ。だから京急に乗り込んだのも京一に対しての単なるリベンジじゃないだろう。むしろ自分で確かめたいことがあるんじゃないかな。2000回の戦闘力と自分のテクニックが京一の2100にどこまで迫れるか。なんとも不思議な車になったんだ。パワーは格段に上がっているようだが、何よりも加減速の挙動が以前と全く違う。超高回転型の手動動機に多段回すことだ。確かに乗りこなせるかもしれない。小坂シーズン、その程度パワードバイシーメンスに勝てると思っているのか。くっそ、誰だ。京急が高速コースだなんて言ったのは。首都圏では高速運転で鳴らしている京浜急行だが、横浜を境に性格はガラリと変わる。横浜伊東はほぼ直線の高速コース、横浜以南は海岸線を縫うコーナーとトンネルの連続。しかも高低差はあるが標高差は小さい。藤原には不利な条件ばかりだな。なんか気が重くなってきたな。ただ俺にも予想できない要素が一つある。新しい主電動機と制御装置を手に入れた2000回、あれがどこまでやれる車なのか掴みきれていないんだ。新鉄バトルでポテンシャルを出し切っていたとは考えにくいからな。こちら神戸選手令、温泉場に列車を止めて立ち話をするんじゃない。なるほど、やっと分かったぜ。違うと言っていた意味が。確かに違う車だ。ここをこんな風に走るやつは初めて見るぜ。だが速さにつながらなければそれはただの曲芸に終わる。阪急で凌介がそうであるように、ここでは俺がエンペラーだ。狙った獲物は逃がさねえ。
京急本線は横浜を境目に完全に性格が違う。横浜以南は短いストレートと中低速コーナーの嫌になるような繰り返しだ。丘陵地帯を縫うように進み、いくつもの山岳トンネルを抜ける。どんな奴が来てもここでは京一にかなわない。京急本線で鍛えられたテクニックにかかれば、高速運転で鳴らす2000脚がまるでコマネズミのようにくるくる回る。派手さはないが、年季の入った職人のように渋い仕事をする。京一は中低速コーナーの鉄人なんだ。どんな奴が来ても京一には勝てっこねえんだ。神大岡を過ぎて2列車が絡んだままだってよ。ふーん、意外じゃねえか。いや、相手は関西ナンバーワンの下り屋だからな。勝負は品川手前、八ツ山古戦線路橋。来ると分かっていてもかわせない。高一のカウンターアタックで全てが終わる。つーか、終わってんのは俺か。もう少し楽に仕留められると思っていたが、確実に行けるところまで待つか。もうすぐこのテクニカルセクションも終わる。2000もそこで失速だ。俺のカウンターアタックからは絶対に逃げられないぜ。熟練した走り屋ほどこのトラップにはまる。それはテクニックとは別な人間の本能的な感覚だからだ。個別か、次は駅。なんだよ今のは。一瞬ホームみたいなのが見えたぜ。くそ、ただでさえ変な色の架線柱がチラチラして鬱陶しいのに、まったくわけがわかんねえ。京急本線の落とし穴は見慣れない緑の架線柱、旧平沼駅。そして嫌というほど続くワインディングに慣れきった感覚が、横浜伊東の高速サイドに対応できないことだ。高速サイドへ一発で切り替えられた奴はいない。たった一人を除いては。そう、あいつだけは。ここから首都圏屈指の高速コース。テクニカルセクションはこれで終わる。ここからは本物のパワーが必要なんだ。捨ててやるぜ、須藤京一流勝利の方程式。
気が遠くなるほど長いストレートの先に思い出したように現れる高速コーナー、低速セクションに鳴らされた感覚には心臓が飛び出すほど恐ろしい。ペースを作れず突っ込みのタイミングを見誤る。鼻先をちょいとねじ込んでおけば橋の上でインとアウトが入れ替わっていつも通りのフィニッシュだ。この勝負もらったぜ。この先すぐに3つ目の橋、下り勾配のすぐ先に中速コーナー、続けて制限4025の試験員、突っ張っても無様なだけだ。減速して楽になれ。あ、フランジ削って走ってやがる。バカが死にてえか。曲がれっこねえ。いける、曲がる、曲がってくれ俺の2000。やりやがった。いいね。叫んな。ダメだ。届かねえ。乾杯だ。最後の試験員。普通の神経ならあんな無茶な突っ込みはしない。確信はあったのか。俺見えてるんですよ。あの時も自分の車の外側の車輪がこれから通っていく曲線がはっきりと見えている。それ普通に軌道のことじゃねえか。ボケてんなよ匠、鉄道なんだから当たり前だろ。え、ああそうなのか。たく、我が息子ながら恥ずかしいぜ。それより藤原、俺と二人っきりで世界を目指す話は考えてくれたか。そりゃねえぜ兄貴。池谷先輩、俺たちの匠が連れて行かれますよ。よし、匠を縛って吊るして保護しよう。おめえらこんな下手くそのどこがいいんだ。顔が。ちょっと待ってくれよみんな。よし、わかった。そこまで言うならレッドハンサムズに改名しよう。おい高橋涼介、匠はスピードスターズのものだからな。ふんふん。ほらナスビ、兄貴の声で喋るんじゃねえ。こんなところでやめてくれよみんな。やっほー、たくみくん、マムシドリンク飲んで頑張ってね。夏希ちゃん、親父さんの声はやめてくれよ。あれ、声が遅れてくるぜ。認めてやる、いい車だ。あいつはでかくなる。こんなところでとどまるスケールじゃない。凌介が目をかけているわけがよくわかる。いずれ凌介さえも超えていく男だ。俺にはわかる。この先何年かの後、あいつは一国道を超えるだろう。